今ね、武漢の方で、中国の武漢の方で、まあ、新型のコロナウイルスかなんかはよくわかんないものが流行ってるらしいですね。新型のウイルスということで、でこれがね、もしかしたら化学兵器のなんか、まあ、なんと言いますかね、漏れと言いますかね、ミスで広がってしまったものかもしれないんですよ。でそれはまあさておいてですね、今武漢の方ではもう歩いてる人が急に倒れたりとかね、で街中にこの仮設テントができてそこを病院にしてたりとか、診察を待ってる方がもう倒れたりとかね、本当にね、限界令が敷かれてる状態です。でその映像を動画説明欄に載せておきます。これは中国にいる方、武漢現地にいる方が隠し撮りしたものなんですけども、これが流出してますんでお見せしたいなと思います。日本にもこの患者さんが2人ぐらいいて、いやかなり深刻な問題ですよ。でちょっとね、さっきの私の小話に戻りますけども、これはね、化学兵器の実験中にそれが漏れてしまって、それが拡散したものだっていうふうに考えられるんですよね。まだ正式な発表はないですし、正式な発表のできようがないですけども、こういうふうなね、いわゆる秘密の実験っていうのは結構行われてるんじゃないかなっていうふうに考える方もいるんですよ。まあ、私もまだ何も分かってない状態なんで、とりあえず動画説明欄にリンクを貼っておきます。あとはどういうふうにね、判断するかってことをこの動画をご覧の皆様にお任せするしかないんですけども、まあちょっとね、事態は深刻ですね。まあ、これによってもしかしてね、なんか良くないことが起きるんじゃないかなって気もしますね。まあちょっと推測ばかりを言うわけにいかないんで、この辺で放送は一旦終了にさせていただきます。では失礼します。